ちゃまー、あほーい、やべえ空気になる前にね、今のうちだと思ってチャンスを伺って来させていただきました。なんかマリン船長さ、突来るの初めてじゃない？前回も見てたんですよ、はーちゃまの突待ち。あ、ほんとに？うんうん、なんか音声素材で返すやつ入りづらかった。なんか、うん、やべえ空気だったからちょっと怖くていけませんでした。そう、それではーちゃまのね、配信とか見に行ったりして、うん、どうしよう、なんかもしかしてなんか裏で嫌われてたりするのかなって、なんかドキドキしてて、で、なんかある日歌箱をしてる時に、うん、はーちゃまが赤いスイートピーに釣られて、覚えてるよ、うんうん、ひょっこり出てきたこと、コメント欄に来たとか、すっごい嬉しくて、あ、よかった、ハート先輩船長のこと嫌いじゃないんだって思って、よかった、絡んでもらえるんだって思ってた頃もありましたね。思ってた頃もあった。私覚えてるよ、その時赤いスイートピー覚えてます。そう、ちょっとなんか関連性あるし、よし、コメントしようって言って、コメントして、で、なんかめっちゃ反応してくれて、めっちゃ嬉しかった。いや船長めっちゃ嬉しくて、いや、なんかもう絡んでもらえないのかなって思ってたから、それ来てくれるんだって、すごくね、嬉しかったんですけどね。ちょっとマリちゃん、何言ってんだよ。でも今となってはって感じですよ。今の印象は？今、でも船長ね、このロックンロールのハーちゃんはめちゃくちゃ大好きです。嬉しい。かっこいい。なんていうか、うん、なんだろう、飛び抜けていて、人に真似できない、なんて言ったらいい。いや、かっこいいと思う。なんか船長がビビってできない、みんながブレーキを踏むところで平然とアクセルを踏み抜く、そのスタイル、いや、かっこいいと思う。船長は、うん、はーちゃまはそのまま踏み抜き続けてね、いつかね、うんうん、怪我した時に、あ、これ踏まない方がいいやつかってね、気づけばいいかなって思ってて。はい、うん、それ踏まない方がいいやつをいつも踏んでるってことだよね。いや今は大事、今はまだ踏んでいいとこを踏んでる、うん、あ、そうなの。いつかもしかしたら踏みすぎてちょっと、はいはい、ね、車両が爆発するかもしれないんですけど。うまいな。でもね、うん、いいと思うの。はーちゃまは暴走特急列車なの。もう爆発してこ、やばい、うん、今ものすごくマリー船長が姉子に見えるよ。いや、船長もちょっとやっぱり痛い思いは何度もしてきました。でもね、だからこそはーちゃまはなんか今は止まるべきじゃないと思うんだな。おお、かっこいい。なんか、うん、もはやマリン船長が先輩みたいだね。人生の先輩だもんね。いや、あ、でも年下ですしね、私。あ、一応、そうだよね、確かに、あの、うんうん、そうだった、そうだった、うんうん、まあ、そういうことになってるんで、一応。はいはい。だから、これからも、うん、ビビらず、おー、ハーチマワールドに、え、すごい、ねみんなを破壊していきましょう。ハーチマワールドに連れ込み。え、じゃあマリン船長も連れ込む。あ、でも船長、ちょっと、多分、5期生とかがいいんじゃないですかね。うん、5期生巻き込もうとしてる。うん、ほら、5期生はほら、やっぱりフレッシュなね、新人さんですから。マリン船長、マリン船長ときはマリン船長に合わせて、落ち着くよ、ちゃんと。いや、いいですよ。船長は、船長は、ウフフは母のハーチャマが大好きなんで、そのまま、めちゃめちゃでいてほしい。落ち着かないで、お願い。落ち着かないで、落ち着かないで。